マリアです。ピンクラテティーピン始まるよ。イエーイ。はい、今日はマリアの新学期初日の登校日の一日を撮っていきたいと思います。それではどうぞ。改めて今日はマリアの新学期初日の一日を撮っていくんですけど、現在、起きた時刻なんとなんと5時33分です。いつもは6時過ぎから遅くて6時半とかなんですけど、いつもより1時間ぐらい早く起きて、なんでこんなに早く起きたっていうか目覚めちゃったかっていうと、今日は初日登校日でクラス発表があるんですよ。だからめっちゃドキドキして、昨日の夜もいつも布団入ったらすぐ寝れるんですけど、全然寝つけなくて、朝も一回5時ぐらいにパッて目が覚めて起きずにずっと横たわって横になってたんですけど、寝れなかったです。なので今起きて動画を回しました起きてから数分経ったので、とりあえず下に行って顔を洗っていきたいと思います。またね。と今顔を洗ってスキンケアまで終わらせました。ちょっとスッキリしました。今からいつも通り日焼け止めを塗っていきます。日焼け止めはこれ、最近顔もすぐ赤くなるからこれを使います。さっきの話なんだけど、毎年ね新学期すぐに目覚めるんだけど、結構今年は最後の年だし、修学旅行があるので本当にいいクラスを望んでる。もう担任の先生もクラスのメンツもいいクラスがいいなって私のクラスは6クラスあるのね、マリアのクラスで。喋ったことない人とかも結構いて、そんな人たちばっか集まったクラスだったら本当に最悪じゃない。だから仲いい子は、めっちゃ仲いい子は何人か欲しい。この手に余ったやつは首にもやっていきます。はい、前髪を下ろしてきました。下ろしただけなんで綺麗じゃないんですけど、後でアイロンするので大丈夫です。今日は初日なのできっちりと綺麗にしていきたいと思います。ミーナちゃんがおすすめしてたブラシ、すごい全然痛くないの。ちょっと高く結んじゃうと怒られるので、そこまで高くは結びません。また後で結び直すので一旦置いてきます。ママが今ご飯作ってくれてるので、ちょっとガタガタ言うかもしれない。あ、言った
生活の今日朝起きて動画を回してた時マイコメとかやばかったよね。その波にはちょっとだけオイル。もう用意は大体終わったので携帯いじったりしながら朝ごはんを待ちたいと思います。またね。朝ごはんが来ました。そう、これはスコーン、スコーンにフルーツ、あとヨーグルト。いつもマリアは朝はパン派です。あと絶対に朝ごはんを抜きません。どんだけ遅刻しそうでも食べていきます。朝ごはんを食べて着替えたら学校に行きます。いよいよクラス発表。ああ怖っ。また結果とかは帰ってきてから報告したいなと思ってます。じゃあまたね。今学校から帰ってきて服を着替えました。では今から皆さんに新しいクラスについて話していきたいと思います。まず何組だったと思いますか？何組顔とかあるよね。どうだろう。正解は4組でした。新しいクラスは3年4組32番になりました。担任の先生は数学の担当の先生で、去年の掃除場の担当の先生だったので喋ったことある先生でよかったです。喋ったことない先生が担任になってるクラスもいたんですよ。もう私が関わってないだけだけど、でもそのクラスじゃなかったので喋ったことある先生のクラスだったのでまだ良かったです。次にクラスのメンバーなんですけど、クラスのメンバーは私いつも仲のいい3人のお友達と一緒に休み時間遊んでるんですけど、去年はマリア1人で、その他の3人は3人とも同じクラスだったんですよ。ずるくないですか？マリア1人だったんですよ、別のクラス。でも今年はなんと2-2で分かれました。なんか一番平等で良くないですか？なのでこの同じクラスの仲のいい子と修学旅行同じ班になっていろんなところ回れたらいいなと思ってます。明日は係決めたり委員会決めたり生活班を決めたりします。生活班で修学旅行に行くかは分かんないのね。修学旅行班みたいなあるのかもしれないし、全然まだそういう話も聞けてないから。でも生活班は半年一緒に行動する班なので、本当に修学旅行とか関係なく本当にいい班であってほしい。めっちゃいい班であってほしい。もしさ仲いい子はいるけど誰それみたいな人と同じ班になったらどうするって感じだよね。クラス替え終わったけどさまだドキドキしてるんだけど本当に。また明日も今日みたいにドキドキしながら友達と学校に行きたいと思います。最後に今年度頑張りたいことを皆さんにお話ししてから終わりにしたいと思います。まずね、勉強面では中学3年生になったので受験があるんですね。まだ志望校とかは確定はしてないんだけど、自分の行きたいなっていう高校はあるので、そこに受かれるように今まですごいだらけてきたのね。だから宿題だけをするんじゃなくて、その日習った範囲はその日のうちにワークで復習とかをして、1日6から8時間ぐらい、まあもっとできたらするけど、そんくらいは平均として勉強をしていけたらいいなって思います。本当に受験怖ー。あと夏休み長いじゃないですか。1ヶ月くらいあるので、その1ヶ月間は勉強に集中して 1,2 年の範囲だったりとか3年の2学期の予習とかもしたりして勉強していこうと思います。次にピンクラテ TV についてなんですけど、中3になったので私最年長メンバー
なんですね。なのでみんなを引っ張っていかないといけない存在なんですけど、中2で入って1年経ったんですね。でもそれでもみんなに話を振ってもらったりして喋るっていうのが結構多いので、最年長として認めてもらえるように司会進行をしたりとか、みんなが今までやってくれてたように逆にマリアがみんなに話を振ったりとか、みんなをまとめたりできるようになりたいなって努力しようと思います。これからも皆さんに楽しんでいただけるような動画を作れるようにマリアらしく頑張っていこうと思うので、これからもよろしくお願いします。今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。